今週2度目の被害です。岩泉町の養豚場で雑草を取り除くために飼われていた羊が熊に襲われました。ちょっと追いかけたの、みんな捕まえようと思って羊を、うん、そしたら向こう行ったら大きな熊あるなんて。今朝、岩泉町上遊芸の龍泉堂黒豚ファームで管理する高橋慎二郎さんが成獣とみられる熊1頭を目撃した後、付近で除草用の羊が死んでいるのを見つけました。羊は熊に襲われたとみられます。現場ではおとといも別の羊が熊に襲われて死んだばかりで、高橋さんがそこから離れた犬がいる場所に羊を移動させたばかりでした。まあ人間もそうだけど、豚が今度は下手したら襲われるんじゃないかと、もう一日も早くこれ駆除していただかないと。被害は同じ熊によるものとみて、地元の猟友会が罠を設置して対応しています。